赤崎家系訪問 TV。 おっしゃー、始まりました。始まりましたね。今回家系ということでダッチ屋下川井店行ってまいりました。あんまり気にならないかもしれないですけどね。はい、こちらなんですけど、相鉄線の三津京駅から徒歩35分。あ、これ三津京って読むんだね。そうですね。はい、まあ僕は車で行ったんですけども、あ、まあまあ車で行くべきでしょう。もともとね、瀬谷に本店がありまして、そちらに三津京駅から行こうと思ったんですけど、ちょっと閉まっていたので臨時休業で、こちらはね、なんか厚木の米軍基地が近いということでね、米軍御用達ということで、あ、本店は食券がなんか英語になってるみたいな、変わった店だったんです。行きたかったんですよね。今度行きます。これははい、じゃあ食券行きましょう。一六屋だったということで、もともとは一六屋なんだ。クリーミーでおなじみのなので、同様に塩ラーメンとかね、いろいろあるんで豊富なんですけどもね。確かに確かに。今回僕は醤油ラーメンとネギ丼を選択させていただきました。選んじゃいますか。はい、いっちゃいますね。これはね、もちろんね、いやいや、書いてあったじゃんね、着丼でございます。来ました来ました。醤油ラーメン並690円、安いで、麺固めとネギ丼なんですけども、ネギ丼は細切れのチャーシューやうずらが入るということで、ああいいね。はい、いや素晴らしいですよね。はい、で普通のライス、あとこれ気になる馬飯という飯も、あ、そうなんだ。ちょっと僕食券しか情報がないんで分かんなかった。あ、バリエーションがまあ豊かな。はい、でこの玉ねぎ、こちらは店員さんにコールすればもらえるというと出てくるという。そうですね。まあまあまあ、とにかく足早いからね。足早い。どこ行ったよね。違う、期限の。ああ、なるほどね。冷やしてあってね。走るわけじゃないです。そういうことね。すいませんね。理解力はちょっとね。でまあスープからなんですけど、白濁加減が半端なくて。いやそうね。一六屋の本店の方が最近醤油してきた印象があるんですけども、なんで一六屋より一六屋じゃないかと。なるほど。なるほどね。あ、で麺ですね。あ、麺は一六屋同様長田屋製麺という。あ、長田屋製麺ですか。もちもち度が半端じゃないですね。噛み応え抜群でございます。食券機に書いてあったんですけど、細麺もあるということで。あ、そうなんだ。これ気になりますね。あ、今回は太麺を選んでいる。まあまずはデフォの方から行きたかったんですけども、絡みそうですよね、細麺。まあまあそうですね。あ、でチャーシューがね、なんかかなり炙られた状態で、ジューシー度がね、一六屋とまた違った。それからもうちょっと固まりって感じなんですよね。あ、で玉ねぎ入れていきますね。お砂糖みたいにですかね。あれからの角缶ブラックペッパーいきますけどね。角缶かもしれないけど。毎回言ってる。前回あったもんね。でニンニクね。どんどん入れますね。味変をやっぱしていきたいですね。まあまあまあ。でこれ見てください。ふりかけって書いてあって。ふりかけの家系でふりかけって何っていうね。入れてたごまだったんだよね。まあまあ、ただふりかけって書いてある容器だったっていうね。あ、で、こっからですね。ネギ丼いきますよ。はい。おお、アピールしてるね。めちゃくちゃアピールしてる。こんなんしてたんだ俺。あ、うずらやっぱりね、一六屋系列といえばうずらですから。うずらか。なんでやっぱネギ丼の方にもやっぱうずらはあるという。行かせていただきました。あ、これラッチソース。ラッチソース。いや気になったんよこれ。書いてあったからラッチソースありますよって。でこれ置いてあるからなんなんこれと思ったけど。やっぱスパイシー度やっぱ多かったですね。なるほどね。ただ何なのかは分かんなかったですね。気になりますね、非常にね。というわけでごちそうさまでしたということでね。食べる部分は大幅にカットさせていただきました。カットされてたね。早っと思って今 82.2 でございます。あれ早くないこれ。はっきり言いましょうか、今回めちゃくちゃ食べるの汚かったですね。いやいやこれもうね、これ映しちゃうとラッチ屋さんに申し訳ないんじゃないかと思って。なるほどなるほど。いや非常に美味しいお店だったんです。いやそれはね伝わってきたんですけど、伝えたかったです。本当さっきも言ったけど、一六屋よりも一六屋の生み出したクリーミースープを伝承してるというか。あ、まあそうね。それはすっごい伝わりました。やっぱ瀬谷店。あ、瀬谷店か。瀬谷店米軍の方たちがね、ファンキーな洋楽に乗せて踊り狂っているっていう噂もね聞いたんですよ。何それマジ？それも言ったですね。ラッチって何だったんですか？あ、これ中村さんという方が店主で、あだ名が中村っちだった。中村っちなんだ。そうなんですよ。そっからということで今度瀬谷店で行っちゃってます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。